由美子さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。昨晩のライブいかがでしたか？私はですね、大体8時ぐらいになるともうね、就寝というかね、お休みになるんですよね。まあ、ですんで、なかなかライブはご一緒できないんですけども、たまにですね、自分でズームライブをやるときは夜9時からスタートすることがあります。で、よろしかったらね、その時間帯に合わせていただければと思いますけども、まあ、お互い都合がありますので、その辺はちょっとすり合わせていきましょう。ところでですね、由美子さんとこう動画のやり取りをできるようになって、まあ、私の視聴者さんもね、由美子さんの応援動画を作ってくださったりとか、いや非常に嬉しいなと思いました。まあ、この流れっていうのは今までずっとあったんですよね。私がちょっと気になる YouTuber さんを見つけて、この YouTuber さんちょっと最近注目してるんだよねっていう動画を撮ると、視聴者さんがね、あ、じゃあ自分も紹介します、私も紹介しますみたいな感じで、紹介の波がちょっとザーッと起きるんですよね。で、そこからなんか YouTuber 同士のこうなんか輪が広がっていくかなっていうところでね、まあ、それでそのタイミングでライブとかやると、お互いにまたね、深く関わることもできるかなっていうところですね。やっぱりこう一人一人が重要なコンテンツとかね、世の中に対しての非常に大切な価値提供ができると思うんですよ。で、私はチャンネル登録者さんが1万人超えましたんで、やっぱりそういう場所をね、私のチャンネルの中でこう出せないかなと思うんですよね。で、まだチャンネル登録者さんが100人とか200人とかね、1000人に満たない方とか、再生数いまいちちょっとこう伸び悩んでる方とかね、これからもっともっと頑張っていきたい方っていうのは、きっとですね、やっぱこう応援してくれる人がいるとものすごく励みになると思うんですよ。それは再生数が多い方とかチャンネル登録が多い方だろうが少なかろうが、誰でも応援してくれるとやっててよかったって思うし、もっともっと頑張ろうと思うはずなんですよね。で、そうやって何かしらの感動を得た方が、今度ね、別の方が伸びようとしてる、別の方が頑張ろうとしてる人を、今度はこう恩返しと言いますか、恩送りっていうらしいですけども、次の方を応援しようって思ってくれれば、この YouTube っていう SNS 空間とってもね、いいものになると思うんですよね。やっぱこう SNS ってのが流行って、 LINE とか YouTube もそうですけども、どうもね、人をバカにしたり人を叩いたりとかね、人のできてないところをこう突っ込んだりとか、いわゆる論破することがなんかエンターテインメントになっちゃってるのは非常に寂しいことだなと。多少のね、至らなさとかお互い目をつぶって、なんかむしろ尊重できるところを見つけ合いっこできればいいなと思いますよね。ある人から言わせれば傷の舐め合いだって言いますけども、大いに舐め合っていきたいなと思うところもありますしね。まあ、楽しくこれからも SNS やってね、せっかくこの YouTube さんがこんな空間作ってくれたんで、大切な仲間をね、作る場所にしたいなと私は思うんですよね。はい、ということでね、すみません、いろいろとぐだぐだと喋りましたけども、由美子さんとズームライブできることを本当楽しみにしてます。また改めて連絡させてもらいますんで、その時はまたお付き合いください。当面はね、由美子さんの動画を見ながら私もヨガレッスンさせていただこうかと思います。で、無料レッスンのね、お話もいただきましてありがとうございました。ぜひね、体験させていただきたいと思いますし、よろしかったらその模様をですね、放送することによって、まあ、由美子さんのね、なんですかね、生徒さんが増えるように私も協力したいと思います。それではね、今回は一旦以上になります。本当にありがとうございます。